ビジネスデザインという起業について学ぶことで人生の選択肢が増えると思っています。それでは選択肢が広がるっていうことは人生が豊かになることだと私は考えています。ビジネスのアイデアなんて正解がないんですよ。でもどちらかというと高校までの授業っていうのは正解を見つける授業が多かったと思うんですよね。方程式を解くとか歴史を暗記するとか。でもビジネスを作るっていうのは答えのないものをいかに周りがハッピーになるか作っていくっていうことなので、例えばこういうビジネスあったらいいなと思いついたんですとかいうのが発生したとしますでしょ。就職のマッチングサイト、こういうのがあったら面白いなと思ったんですとか思いついた時に、それをなんか発信できる場、生徒同士でも話せる場があったりすると、話すことで発信者も頭が整理できるし、いろんな視点を学ぶことができる。そしてブラッシュアップしていくっていうことができますので、ただ単に授業を受ける、1限から4限まで授業を受けるっていうのではなくて、その後のフォローに力を入れてやるっていうのがとても素晴らしいと思います。経営者の視点があると、そこの中で自分が最大力を発揮できるにはどうしたらいいかとかも考えられるようになると思うんですね。ただ会社に入って上司があれをやりなさいこれをやりなさいっていう受動的にやるんじゃなくって、あ、こういう企画今うちの会社でこういうことをやったら面白いんじゃないかなって、例えばこういう広げ方プロモーションしてるけど、あ、社長はどういうことを考えているか、どういう戦略を考えているのかなっていうことも考えられるようになると思うんですよ。なので卒業後の進路が起業するであれ就職するであれ、ビジネスを作るっていう視点を持つ、それを大学時代に学べるっていうことは大変素晴らしいと思います。大学を出て会社に勤めるだけではなくて、会社に勤めながら社内ベンチャーという形で起業する方法もありますし、休職しながら起業する、それも会社を辞めて起業する、いろんな選択肢が広がっていくんですね。なのでビジネスデザイン学科を通して自分自身のキャリアもデザインできたらいいなと思います。起業っていうと特別な人がするっていうイメージを持たれてるかもしれないですけど、今は誰でも起業ができる時代になりました。専業主婦の人が子育てしながら起業することであったり、定年後のシニアの人が起業するとか、まあ、もちろん若い方が会社を辞めて起業する、いろんな働き方ができる時代になったと思います。例えば今起業されてない方っていうのは社長さんとか起業してる人ってすごい人みたいなイメージを持たれる方も多いかと思うんですね。こうすごいって言われる人も実際接してみたらとっても身近だったりするんです。で、今ここの位置に来てる人も、例えば10年前どういうとこから始めましたかっていうことを聞いたりすると、本当に小さなことを積み重ねて改善を繰り返しながら階段を上っていくように上がっていって今があるんですね。なので起業したいなと思ってる人とか、もっとうまくいきたいなって思ってる人は、まずお手本を見つける。で、その人が、例えば、どういうところから始めたのかっていうようなことを聞いてみたり、失敗の数もだいぶあると思います。でもそこから学んでおられるから、どん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 、上に上がっておられるんですね。なので、お手本を見つけて、そういうお話とかも聞ける機会をどんどん作っていかれるといいと思います。例えば何かを踏み出そうとするときって不安っていっぱいやっぱあると思うんですよね。新しいところに踏み出すのって自分が行動しようとしたときに何が起こるのかっていう未来を想定する力、まず自分自身が何をするか、そしてその行動からどんな波及効果が起こるかなっていうことも、いいこともリスクも想定する力で、それを踏まえた上で情報と付き合う力っていうのがこれからは求められてくると思います。そして実際に経営者も大学生の若い発想ですとか、今何が求められているのかですとか、どういうふうにものを見るのかっていうことを知りたいと思ってますので、この大学と地元の経営者が交流することで、まあ、大阪とか関西全体の景気の活性化というか
関西初のビジネスができるようなことにもつながっていけると面白いですね。で、私自身も今起業して16年になりますけど、やっぱり新しい発想ですとか、今世の中が何が流行っているのかっていうのは、若い人のアイデアを聞きながら、私自身も柔軟でいるために、学生さんと一緒に私も関わりながら成長していって、私自身もまた新しいビジネスを作っていけるような場になればいいなと思って楽しみにしています。